八重宮司様、約束通り来ました。ご安心を、配下は連れてきていません。それにここへ来ることは誰にも知らせていません。約束通り来ると分かってたぞ。それに何時、ここ数日の間胸がざわついて夜も眠れなかったのではないか。私が当主様を疑うことなどありません。それは憶測です。それで証拠はどこに。ほう、もう一人約束をしてた者も来たようじゃな。これを手に入れるために苦労したんだぞ。さらに渡すといい。自分で判断せ。これは確かに当主様の官印が。偽物ではない。抵抗軍、三五宮、前線、どれも一言も触れていない。前線で命を落とした兵士、人々が受けている苦痛、どれも言うに値しないものとでも言うのか。命をなめている。どうしてこんな隠蔽を。もちろんメガリレーを順調に遂行するためじゃ。それらを将軍が知ってメガリレーが廃止になったらならんからの。天領奉行はわざと将軍様に隠蔽を。うむ、メガリレーの遂行で得するのが誰なのか、もう少し考えることじゃな。天領奉行とファデュイの間で交わされてた手紙だ。九条家の当主が隠してたものらしいぞ。どうじゃ、何時の見たかったもの、見たくなかったもの、すべて目の前にあるぞ。よもや見て見ぬふりはできぬじゃろう。私が今まで続けていたことは、こんな、こんな、くそ。裏切り行為を許すわけにはいきません。当主に会って直接話してきます。九条サラ、すごく怒ってたな。こちら側に引き込むことは成功したみたいだ。おう、彼女を追ってみよう。待て、わっぱ、まだ話したいことがある。お、何時が初めて一心浄土に入ったのは千手百目心臓の前じゃったな。あの日の情景を再現するんじゃ。千手百目心臓の前で雷電将軍の心を開かせれば、勝機は必ずやってくる。これを持っていけ、選別じゃ。これは鳴神大社のお守り。ご利益のあるもので、何時のために特別に残しておいたんじゃ。絶体絶命の状態でそれを取り出せば危機から抜け出せるかもしれぬぞ。もちろんわらわに会いたいと思った時に取り出してくれても構わぬ。ひょっこり出てくるやもしれぬな。こんな大事な時に冗談はよしてくれよ、キツネお姉さん。悪いな。ではわらわの愚鈍な友は汝らに任せるぞ。